どうも、ダチョウです。カンコレ日記ナンバー3。始まるよー。さて、今回も例の期間限定のミッション、やってくよ。今回は、豪華に支援艦隊つけちゃうんだから、覚悟してなさい。ゲージがなくなっても潜水艦ちゃん出てこなくて、これで合ってるか心配だったけど、どうやら撃沈させればいいっぽいね。さて、やりますか。第一次攻撃隊、発動してください。あ、すごく敵がしょぼいです。やっぱそうだ、関西機を天竜様の攻撃だ。これだ。さあ、ちょ、お前ら働けって。あ、ごめーん、この子たちが強すぎたのか。いやー、ごめんね、手加減できなくて。第一機動艦隊の栄光揺るぎません。はじめまして、タツタだよ。天竜ちゃんがご迷惑かけてないかな。文句？はは、ないよ。養分として申し分ないよ。さて、やりますか。響ちゃんはともかく、いすずちゃんまで回避できるとは思ってなかったよ。よっしゃ、いすずには丸見えよ。無駄だね。さて、やりますか。ほらほら、水雷戦隊突撃。また避けた。すげえ。勝利確定なので余計な資材消費は避ける。勝利か、いい響きだな。嫌いじゃない。かわいい響きの名前だね、響ちゃん。でも、おじさん、親父ギャグにはびっくりだよ。風だよ。私が艦隊に加われば、100人力さ。そしてなんともコメントしづらい子が来たよ。やりますか。制空権は艦隊機の皆さん、用意はいい。ギリギリ取れたね。しかも大打撃。ナイスだ赤木さん、そういうちゃん。ああ、そうなるとは思ってたけどさ。ほらほら、水雷戦隊突撃。無駄だね。対空見張りの弦としてよろしくね。装備艦船を急いで。さて、やります。アイドI1機動艦隊の栄光揺るぎません。毎回偉いじゃないか、そういうちゃんは。いすずちゃん心配だけど、たったこれだけの存在は珍しいんだよな。
ボス戦だ。いざ、参らん。さて、やりますか。あ、この、ピコーンってやつ。ソナーはソナーでも、アクティブソナー言うんやで。艦載機の皆さん、用意はいい。あ、勝利の女神か、来た。やるじゃないか。航空戦艦の真の力、思い知れ。イスズには丸見えよ。怖くて声も出ねえか。ほらほら。お、無駄だね。来たー。やりますか。天竜様の攻撃だ。よっしゃ。ま、マジかよ。しかも全滅かよ。録画一発目だったんだぞ。この勝利で慢心してはダメ。索敵や戦線を大事にしないと。って頭の中で何かが。おう、雷ちゃん。雷じゃないわ。イカズチちゃん。そこんとこもよろしく頼むわね。ごめんね。おう。うわぁ、何よ、言いにくいの？言いにくいとかじゃなくて、もっと、よろしくね。ロリっぽい声かと思ってたのに。そして新マップ来ました。あの黒い影、どう考えてもラスボスです。本当にありがとう。じゃがじゃーん。生まれも育ちもクレの潜水艦なの。あのミッドウェーの大海戦の後、飛竜が最後の力で深手を負わせたヨークタウンにとどめを刺したのよ。空母たちの仇は取ったわ。あの大変な島への輸送任務でも頑張ったの。あ、サイですか。ハラショウ、こいつは力を感じる。ハラショウとはロシア語で、いいね、素晴らしいなどを表す言葉。終戦後に賠償官としてロシアに渡った響ちゃんらしいセリフ。修理しても六丸は積めないぞ。六丸？シーホーク？こら！俺を第一線から下げるなっての。君はずっと僕の第一線だよ。ポチポチっとな。カタカタカタターン。私どんどん強くなっちゃうわね。はいはい。お疲れ様です。ここで1話、2話、そして3話をご視聴してくださった皆様、ありがとうございます。正直、投稿した動画の想像以上の再生数、コメントにびっくりしてます。そして機関は沈まないよなどのお助けコメにも感謝です。では、今回はここまでにします。ではでは。